阪神競馬場第9競走は山陽特別芝 1400m4 歳以上2勝クラスのメンバー9頭によって争われます混合戦ですなお芝の 1400m34 コーナーは内回りを使用いたしますスタート地点は向こう上面の左手玉も大ジョッキがこれからゲートに収まるところです8番玉も大ジョッキゲートイン スタートしました玉マ大ジョッキいいスタートを切りました1段内から3番ベルウッドブラボーが前の位置を取りました2番手には5番のサウンドや名称ホイールが付けています サウンドブライアンが3番手内1番のセイイーグルその外目に8番のタマも大ジョッキつけました中段の外目その集団を見るように2馬身後方から4番ダノン・ティンパニが続いております後方から4投目内2番のケルン・キングダム3コーナーカーブ外は7番のテリーヌがいっています4馬身から5馬身9番のドリトルが一番後ろからレースを運んでいます残り800を通過3,4コーナーナ中間です タマ大ジョッキ先頭そして3番のベルッド・ブラボーが2番手という体勢です3番手に5番の名称フォイ,ーホイールその後からは1番のセイイーグルそして外からスッと各馬が接近してまいりましたさあ外から4番のダノン・ティンパニもポジションを上げてまいりましたさあ第4コーナーカーブから直線に向かいましたタマモ大ジョッキに外からダノン・ティンパニー ダノン・ティンパニーが2番手に上がって前に並んで今度はかわすさあ手はまだ川田ジョッキーほぼ持ったままちょっと手が動いた4番のダノン・ティンパニー突き放す2馬身3馬身リードを取る2番手8番の玉も大ジョッキー3番手以降の争いが大戦線先頭4番ダノン・ティンパニー圧勝で合輪2着8番の玉も大ジョッキー3番手争いこれは混戦です直線に向いて川田優雅騎手 手はほとんど動いておりませんでしたダノン・ティンパニーこれは快勝安城川田優雅騎手ディープインパクトの3区ですなお残り200を切ったところ3番のベルウッドブラボージョッキーが下馬しております4番のダノン・ティンパニー勝ちました勝ちタイムは1分20秒42着には8番の玉尾大ジョッキー、3番手争いは接戦でテリーヌサウンドブライアン ケルンキングダムセイイーグル固まっています上がり800メートルは45秒8 600メートルは34秒6でしたお知らせですお知らせいたします阪神競馬第9レースで3番ベルウッドブラボーは他の馬に関係なく最後の直線コースで競争を中止しました